綺麗に買い物を量が限られてます。結果かというとすぐなくなっちゃうんですよね。卵に焼き芋を吹きてあるのも結構珍しいですよね。そう、卵にね、ひょうちゃんの焼き芋、これもないですね。お、眉毛ついてますね。いや、いいんじゃないでしょうか。いや、いいですね。こういい大人がこう一生懸命描いてる絵っていうのがね、なかなか。すいません、それでですね、食べる前にぜひ皆さん写真を撮っていただいてですね。まだ食べちゃダメだよ。はい。実はこれもこれ初めての試みで、お絵描きコンテスト。そうですね、崎陽軒としてお絵描きコンテスト、お弁当のご飯に絵を描いていただくというのは初めての試みです。はい、横浜ウォーカーの、コラボをさせていただいて、お絵描きコンテストをやっておりまして、ぜひ皆さんもですね、上手に描いていただいたひょうちゃんを投稿していただいてですね、豪華商品が当たる企画もやっておりますので、ぜひご応募いただけるとありがたいです。これちなみに一等賞は何でしたっけ？最優秀賞は8月までしまいの箱の中に入っておりました、はい、激励金色のひょうちゃん大小1個セットをプレゼントする予定ですので、金のひょうちゃんプレゼント、はい、金色の還暦記念ひょうちゃんを、大きいもの小さいもの1個ずつプレゼントいたしますので、はい、ぜひ頑張って書いていただいて最優秀賞を狙っていただければなと思います。やばいね。最新案内がとんでもないことになっちゃうね。すいません、今日のイベントでなんかハッシュタグみたいなやつとか。ハッシュタグはね、もうそのまんまひょうちゃん弁当ですよね。はい、ハッシュタグひょうちゃん弁当で画像を。それは半角アルファベット？半角、はい、半角の。え、日本語？そうです、ひょうちゃん弁当。半角アルファベット、ひょうちゃんひらがな、弁当を感じです。はい、これです。
ツイッターでつぶやくときはシャープひょうちゃん弁当と入れていただいて、無線LANが必要な方はですね、あの登録電話の名前が上でパスワードが下です。でアップしていただく際にこうご注意なんですが、あのコンテストに参加していただく場合は横浜大川さんの公式ツイッターアカウントを、ね、はい、あのフォローしてからアップしていただかないとこちらからご連絡ができなくなってしまいますので、必ず横浜大川さんの公式アカウントをフォローしていただいた後に今度アップしていただければと思います。それはいいです。全部作っちゃった。かわいい。もう簡単に。全体の顔になっちゃった。いた。ちょっと記録班ちょっとこの辺で完成してルームみたいな。なるほど。グリーンピースをこう外しておくとかね。なるほど。なるほど。さすがだぜ。どれかあれ